あらたら、ここが失明した。どうしよう。あ、まだ予備の目がね、あるから、それをつけましょう。食べ終わっちまったのか、早いな。ちょっと量に差があったもんな。前はリンゴ食べてんだよな。ごめん、量に差があった。差別だった。結構ね、足抜けも抜けるんだよね。このブラスのね、内側でね、こうして爪をこすればね、ある程度で汚れは落ちるって。うめえ、おならするな。意外とね、足もね、毛抜けるんだよね。バサバサと。これ全部足の毛だから。足の毛ですから。足の裏にどれだけ小とか泥とか詰め込んでれば気が済むんでしょうか。なんか爪のお手入れの使用前使用後みたいになってますね。足の裏ひじめすごいよね。意外とね、このブラシで、ブラシで切るの結構綺麗になるんですね。ここでこう。まあ、この金属で引っかかってる。おりゃ、やがるね、肩の部分ね、やがるね、そしてね、首のとこ、なんか気持ちよさそうだ。気持ちいいですか？気持ちよくないの？気持ちいいんですか？なんかこの辺気持ちいいみたいなんだよね。さっきこの辺気持ちよかったんだよね。今は気持ちよくないの？うん、居心地のところだね。
いつもいいんですけど、この刀は。で、そしてくるの方に、お腹鳴ったぞ。この辺はなんか、あらがてなかったかもね。ブル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 、なんか、もう脈絡なくやってるんですけど、あいつの顔はこんな感じです。ちょっとね、鼻が伸びてきて、気持ちいいのね。いつもこれでギーとかギャーとか、お、ギーとかギャーとかやるのか。お尻もやるぞ。ああ、見えだね。お尻もちょっと痛くないけど。ああ、すごい痛い。夏らしくていいんじゃないですか。